はい、ということで2時間経過しました。はい、時間が経ちすぎてか分かんないけど、なんか頭ぼーっとしてこない。ハルキずっと大喜利してた。してるわ。ガチで勝ちたい。2回戦いきます。はい、第1問、ホップステップ丸丸丸。はいはい、もちくん、ホップステップジャンプ。おいいね、雑に。いい、会場温めてくれてありがとう。ハルキ、ホップステップ江戸はるみ。俺は好き。マジなるほどな。やばい感じだ。はい、歩き、ホップステッププップップッ。おおいいねいいね。ワンチャン狙いだったな。まだあったね。お、自信ありそう。もちホップステップ小籠布。まあ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 、これでいかれたら不服なんだけど。歩き、ホップステップじゃんじゃんじゃん。なるほどね。ワンチャン狙いすぎてるな。ちょっとお題変えましょうか。あ、マジっすか。オッケーオッケー。腐ってきてるね、答えが。これで、むずいね。第2問。はい。絶対に走ってはいけない廊下。走ったらどうなる？歩き。絶対に走ってはいけない廊下。走るとどうなる？走ったら急に廊下がこう、パーンって開いて、下の階に落とされて学年が1個下がる。うわ。うわ。やば。いや、全く一回書いて俺消したわ、それ。学年が一個下がるんですよ。いや、するで。危ない。はるき、絶対に走ってはいけない廊下、走るとどうなる？なんか走ったら時空が歪んで、なんか廊下の最初の方が申される。うわ。この映画見た、今日。じゃあ、一本くれ。はるき、絶対に走ってはいけない廊下、走るとどうなる？足増えちゃう。うわ、ええー。いや、これは、一本で。よっしゃー！いや、いいと思うよ。この笑いは、さすがに取れないと。この言い方も大事だった。器が広いことで有名なガンジ。怒らせるとどうなる？ハルキ、器が広いことで有名なガンジ。怒らせるとどうなる？ギャンズイになる。なるほど。もち。器が広いことで有名なガンジ、怒らせるとどうなる？怒る筋肉使ったことなさすぎて顔ちょっと歪む。絵だなぁ。クソクオリティの低い絵。いやぁ。するかなぁ。うわぁ、終わった。もう今の一本取れないの終わったな。はるき、ガンジ怒らせるとどうなる？ちょっと浮いちゃう。うわぁ、ちょっと浮くなぁ。これは素敵。いやー、絵がいい。いや、これ座布団に座ってる前提。どうどうどう、浮いちゃって一本やったー。はえーよー。やんだよー。いやー、めっちゃ嬉しい。消せ消せ、動画消せよ。これ撮れると思った。来ましたよ来ましたよ。なんかガンジーカレーがてってれいいやつやー。うわー、きたーといいやつやー。カレーです。ふぅふぅー、なー、これが勝利の味ですよ。どんな感じなの？うわー、うまそう。ちょっとレイも食ってみたら。ちょっとあげるよ。はい、いただきます。いや、だってもう何時？もう4時だよ。5時だよ、5時。プリンしか食べてないよ。うわ、うま、うまそう。うまい、うまい、これもうまい。おもろくてよかった。2番目だけどな。うざすぎるなぁ。つくなぁ。つらいなぁ、これは。イライラするなぁ、普通に。はい、6時になりました。6時です。お腹すきました？もうなんか元気がないです。お腹が空いたというよりも夜ご飯だもんね。もう6時して朝から何も食ってないです。まあここで笑いを取れればお昼ご飯が食べれます。そうだもんな。実際3人目なんで特別方式で、はい、俺と春樹と乗せ3人から笑いが取れれば無事お昼ご飯が食えるということで。厳しいね。なかなか。これが3つだったら合格です。了解です。やっていきましょう。お、第1問、はい、今じゃ考えられない25世紀の常識とは？おお。ちなみに今は21
21です。21ですかね。そしたら400年後ですね。おっ、おぉー、マッチくん。25世紀の常識とは？おでんにペナッチが入ってる。なにペナッチって知らない。ミラノの飯とか、わかんないけどね。そういうことで。いや好き。それはいいでしょ。マッチくん。はい。25世紀の常識とは？ポテチを超えてポテミ。こういう空気、こういう空気、こういう空気。変える？こういう空気、こういう空気。俺は好きだけどね。これは好きだけどね。じゃあ第2問考えました。はい。誰でもイケメンになる薬、驚くべき副作用と。うわ、いいお題だ。はい、副作用と。ごちそうさまが言えなくなる。俺は好きです。いや、おもろいよ。イケメンになれる薬、驚きの副作用とは。着てる服が絶対ウミンチュって書かれた T シャツになっちゃう。お題変え、お題変えてくれ。何も変わらん。転校生が驚くべき発言、その発言とは。はい、来ました。転校生の驚くべき発言とは。昨日あばら2本折ってきました。おお。それ好きですよ。やれば面白い雰囲気にさせてくれ。きつい。いや、クソジャブ打つわ。じゃあとりあえず、はい。転校生が放った衝撃の一言とは。明日転校しまーす。おお。いい。はい、はい、衝撃の一言とは。ガラガラガラ。Hey guys, I have gift for you. 盛り腰じゃねえ。それや。盛り腰。キラーワード見つけんなお前。の中で。はい。転校生が放った驚きの一言とは。ガラ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 ペッ。ジャブったな。ジャブ。だいぶジャブってるよ。じゃあ空気ができてます。野球の人じゃないか。転校生が放った驚きの一言とは。はい。はい、お前らのこと今日で締めまーす。おお。もっちー。もっちー。大喜利だよ。もうちょっと次お題変えて最後にしません？これで取れなかったらもう今日飯なしじゃないですか。うん、そうだと思う。いきます。はい。はい。ほにゃららを埋めてください。一富士二鷹。ぐぬ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 ぐ。おー。やりやすいぞ。なるほどな。どんどん出していった方がいいか。ほんとに。はい、行こう行こう。行きます。はい。一富士二鷹。三時のおやつ。おー。まあ、どんどん行こう、どんどん行こう。どんどん行こう。はい。一富士二鷹。三、三。太陽が三、三。はい。おーい、一富士二鷹、パンパンの三ナスビ。いやなんか、おどうしよう。ピンポーン。はい、行きます。一富士二鷹、サンシャイン。惜しい、惜しい。もうちょいだよ、もう一個欲しかった。次、最後でいいっすか。いいっすよ。じゃあ、もちくんはこれで、3票獲得できなかったら今日飯抜きで。うわ、頑張れ。頑張りましょう。行きましょう。行きましょう。はい。おーおー、もう終わらせよう。もう終わらせよう。長い。この撮影長いわ。いいんだな。いやー、もう終わらせよう。じゃあ、みんな面白ジャッジお願いします。じゃあ、行きます。はい。一富士二鷹、三四が九。あー